今回ですけども、先週ですか、先日ですかね、動画の方を上げさせていただきまして、まあ思いのほか結構コメントなどいただいて、良かったかなと思います。で、一応まあ内容が転売についてだったんですけども、まあ皆さんそういうのが興味あるのかなと思って、また新しい動画を上げたいと思います。で、今回はですね、まあ転売というと、まあ安く仕入れて高く売るっていう形になるんですけれども、まあその安く仕入れるっていう部分にフォーカスを当てて、動画を上げたいと思います。でですね、まあ私がまあ結構転売もやってるんですけれども、やってるのがブランドの、転売っていうのをやってまして、で、まあブランド品を安く買うっていう、買ってまあ高く売るっていう形になるんですけれども、で、その安く買う方法ですね、の方を紹介したいと思います。で、まず第一に安く買うっていうことなんですけども、まず一つ目にですね、まあセールの時を狙うっていう形ですね。まあこれも当然当たり前なんですけれども、まあ大体冬、夏の終わり頃だとか、あとは冬の終わり頃ですかね、セールになるんで、まあそういう時を狙って安く買って、まあ高く売るっていう形ですね。まあもう一つはですね、まあ前のシーズン、まあ型落ち品ですね。型落ち品を買うっていうことですね。で、型落ち品であれば、まあ1年前のものとかになるんで、まあ当然値段が、まあかなりディスカウントされて売ってたりするんで、そちらから買って、まあ、高く売れば、まあ儲かったりもしますね。はい。で、以前ですね、海外のサイトから、まあ私よく買ってるんですけども、まあそういった紹介動画も、まあ2、3個上げさせていただいたんですけれども、まあ一応ちょっとあんまり、まあちょっとあんまり自分がまだ編集とか慣れてなくて、あんまりうまく撮れてないかなとは思うんですけども、一応そちら、まあ見ていただければ、一応まあ概要欄に載せておきますんで、一度見ていただければなと思います。はい。で、一応ですね、買ったものの一応、まあ紹介例としまして、まあ例えば、こちらのジーパンですかね。で、このジーパンに関しては、D スクエアードっていうブランドですかね。こちらなんですけども、まあ、こういった感じで結構ヴィンテージみたいな感じで、まあ、割と今風なシルエットでちょっと細身のジーパンになるんですけど、で、ダメージ加工とかがしてあって。はい。で、これがまあ多分通常だと、定価だと6、7万するようなジーパンになるんですけど、こちらがですね、まあ大体インターネットとか通販のサイトとか見ると、大体まあ売り値が、5万とか、5万円か、まあ安くても4万8000とかぐらいで大体売ってるんですけど、まあ実際これ僕買った値段っていうのは2万3000ぐらいなんですね。で、しかも新品で。で、これも当然型落ち、まあ1年かそこらの型落ち品にはなるんですけども、新品で2万、確か3000ぐらいで買ってます。で、こういうのだとか、で、あとはですね、パーカーですかね。こちらのパーカーになるんですけども、これもフォーっていうブランドになるんですけど、まあ、結構あんまり日本では、あんまり、こちら日本で売ってないのかな。まあ、もしかしたら通販でやってるサイトとかで売ってたりするかもしれないんですけども、まあ、3代目 JSOUL BROTHERS の方が来てるんですけど、これも多分定価が3万か、まあ、4万近くするのかな。で、これもセール、これはまあ型落ちじゃなくて、まあセールの時に買って、まあ2万円ぐらいで買ってますと。で、あとですね、こちらのカバンですね。はい。これが一応サンローランのリュックサックになるんですけれども、これが確か、日本のサイトだと10万、確か5000ぐらいだったと思いますね。で、これも海外のセールの時に、まあ、6万円ぐらいで買ってますね。なんで、かなり安く買えてますね。はい。なんで、まあ、本当、まあ、ブランド品とか、本当にハイブランドとか買うんでしたら、まあ、本当、ああいう、なんていうんですかね、百貨店とかで買うのが本当、バカらしいですね。はい。まあ、で、ただ、まあ、多分、大体いうところで買ってる方って、まあ、金持ちの方がほとんどだと思うんですけども、まあ、自分みたいにこういうふうに、海外のブランドを安く仕入れ、高く売って転売とかやってると、もう非常にバカらしいですね。はい。で、ちゃんとそういうセールの時期見極めて、で、あとはこういう型落ち品、まあ型落ち品でも全然いいと思うんで、
で、前、これ以外にもですね、以前、オフホワイトとかの、スウェットとかも販売したことあるんですけど、まあ、それも、だいたいオフホワイトだと、定価が5、6万ですかね、トレーナーが多分おそらく相場なんですけど、もうそれも3万円ぐらいで仕入れて、販売したりとかですね、はい、それも当然、1年とか、そこらの型落ちっていう形ですね、はい。で、あとは、まあ、冬場だとアウター、ダウンとかですね。で、ダウンとかも、まあ、ちょっとモンクレールとかはまあ高いんですけど、ちょっと、モンクレールちょっとランク落ちるんですけど、ルベチカっていうブランドがあるんですけど、そちらのダウンも大体定価が、6、7万ぐらい多分するんですかね。で、それが大体、まあ、インターネットのサイト見ると、まあ、4、5万で売ってるところが多いですかね。大体ヤフーショッピングとか楽天とかですね。で、そちらのダウンもですね、ちょうどセールの時に買っ、仕入れて販売したんですけど、それも冬場ですかね。冬場の、ちょうどまあ、日本に最近ちょっと馴染みができて、出てきてて、ブラックフライデーっていう言葉が、最近、まあ、ちょっと冬場になってちょくちょく聞くと思うんですけど、ブラックフライデーっていうのが、まあ、11月の終わり頃ですかね。海外の方でそういう、まあ、すごい叩き売りセールするみたいな感じのイベントになるんですけど、まあ、そういった時に、当然海外のサイズとかも、もう本当値段で安くなるんで、で、ブラックフライデーまず安くなるんですけど、まあ、だんだん売れ残っていくと、またさらに値段がさらに下がっていくんで、まあ、そういうとこ狙って買っていただければ、で、先ほどのダウンとかも2万ちょいで、買えたりするんで、なんで2万ちょいで買って、まあ4万ぐらいとかで売れば全然かなり儲かりますよねっていう感じですね。はい。なんで、まあ、ブランド買うときは、まあそのセールの時はまあ当然当たり前ですし、まああとは型落ち、まあ一番特に型落ちっていうのがまあ一番大きいですね。まあ、かなりハイブランドであればあるほど、かなり値段がもうガクッと下がりますね、型落ちですと。で、そういった型落ち品を扱ってるサイトとかもあったりするんで、まあそういうとこ狙って、買っていただければ、かなりお値打ちに、ブランド品買えるかなっていう感じはしますね。はい。また一応概要欄に、まあちょっとあんまり出来の悪い動画になるんですけど、一応リンク貼っとくんで、また見ていただければなと思います。はい。ではですね、今回は、まあブランド品をまあ安く買うっていう方法についての動画になり、こちらも終わりたいと思います。はい。では、ですね、本日もご視聴ありがとうございます。